こんにちはおもとの方面です。今日は3月3日ひな祭りの私たちのおもとの管理についてお話したいと思います。その前にちょっとだけ宣伝でおもとを楽しむというおもとの本を3月の25日に出版予定ですのでよかったらこちらも見てみてチェックしてみてください。ね、私たちはこういった形で今のちょうど種まきをしています。 でこっち側があのもう種をまいて土をかぶせたところでこちらからあの今からこあの、まあ、砂をかぶせるところですねこっちは。で種をよく見ますとこの何ですかね僕たちはこっちとこっちをまあへそって言ってでこ,この点ですねここからあの根っこと芽。 芯芽が出てくるのでこっち側をまあ横にしてであのなんですか巻くようにしています。であのどっちにしててもあのんですか普通ですと鳥がこの種をあを適当にまあ糞をしてであれするのでど,どっちを向いててもいいんですがこう横を向いてた方が結構うまくいくことが多いですね。でこれが種巻まきです。 こちら側はあの外の,あのおもと棚なんですがでこっちは今あの雨水を結構使って水やりをしていますそうなんで昨日その前ですかね雨が降ったので1日当ててでその5日か6日ぐらい前に水やりをしています今度はこっち側 こちらが今私たちの温室なんですがこっちの方がちょっと環境が緩いのか6日か1週間に1度ぐらいの水やりですねでそのぐらいの間隔で水やりをしていますで水やりのその水の中にわらばいだったりで今ですとちょっと梅,の梅も咲いてきましたのであの本当に薄い肥料液肥ですね 一万倍というじゃなくて、二万倍ぐらい。の薄い液肥、あと微量要素ですね。を入れて、あの水をやったりしています。おもとの方面でした。ありがとうございました。